サミュエル・ウィリアム・ハインツマンは、アメリカ合衆国の俳優、映画監督、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッドのゾンビ役として知られている。九百六十八年に、ジョージ・エロメロのナイト・オブ・ザ・リビング・デッドに出演し、作中で最初に登場するゾンビ役を演じた。撮影中、スタッフのゲイリー・ストリーナーが小道具に火をつけようと、したところ自分に燃え移ってしまい、ハインツマンが消火して、 彼の命を救っている。1999年には30周年を記念した、ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド最終版で、再びゾンビ役を演じた。この他に、殺戮兵団、ジェノサイダー、サンタ・クローズ、エビル・アンビションズ、ザ・ドラン・ケンデッド・外に出演している。最後の出演作となった、リバー・オブ・ダークネスでは、カート・アングル、ケビン・ナッシュ、 シット・ビシャスと共に主要キャストを務めた。1987年にザ・マジョレッツで監督デビューし、翌1988年にはフレッシュイーターゾンビ軍団の監督を務めた。2012年2月5日にガンで死去した。ありがとうございます。